山広のピカイチラジオさあ、えー、金曜日の夜九時でございますけれども山広のピカイチラジオ本年一発目でございます皆さん今年もよろしくお願いします山広ですこんばんは吉本新劇のすっちぃですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですいや今年もよろしくよろしく,よろしくお願いします,お願いします始まりましたですね、はいはい、やっぱり一週休んで、はい、あ、二週間ぶりですが二千二十二年の、うん 一番最後のあれはあのえっと昨日の「山広会議」の前に北の全プロデューサーが挨いに来られて年始のピカイチの話になってピカイチももうだから今年10年目に入りますねと。やっぱ10年目に入る番組だからこそのあの。 勉強,勉強会でしたねあれ、うん、<と>を1,2年目でやってはいけない <laughs> ダメですよ <laughs> いきなりそんないきなりねいきあれはやっぱりこの9年の積み重ねが,ね重ねが <laughs> 何を積み重ねてきたいほんまに,ほんまに何を積み重ねてどこにいとんねんっていう話ですけどね<ん>、ま、<laughs> 北野さんに言われてももうこっちは照れるしかなく <laughs> 9年間の積み重ねがウィーンとかですね、いい音でしたね、改めて聞くと、いやっぱりなんかこう、ラジオならではの想像力をかきたてられるという、リズムといいね。やってる時は、あこれ完全に自分らがもうマスターベーションでもしリスナーがついてこれなかったらどうしようとかと思いましたけど、それなりにどうですか、僕らはリスナーじゃないんで分かんないですけど、どうですかね。 まあほんまにあの勉強になった方もいらっしゃっただろうしちょっと覗いてみようかなと今のそういうグッズはどんなことなってんだと、うんね、大人のグッズは興味を持った方もいらっしゃると思うしやっぱりその基本的には2人の愛を 深めるためのものじゃないですか。語り出したぞ。語り出した二人の愛を確かめるものね。これってね、ぽンと一個置いてあっても、ね、これないですけども、そういう。さすがに。ぽんと置いてあっても、何の役にも立たないんですよ。ね。基本的には。で、そこに誰かがこう、手に取って。まあ、まず最初は自分をってなるんでしょうけども。これ。やっぱり二人で使うこと。 主がやっぱ考えられてるじゃないですかやっぱいろいろ考えた末の,、うん、あのフォルムなんでしょうねそ,うそれぞれの作品というか商品が。はい、でやっぱり進化してたでしょう 新っていいううかかもうなんか新しい世界でだからあれ見て、うんうん、あそういう使い方するんやっていう<え>そういういイメージですよだからポンと置いてあってもおしゃれだし、うんうん、色合いのことなんかも考えてるだろうし、うんうん、やっぱりあの業界も長い歴史の中で、うんはい、いろいろと変わってきたんだなっていうのが分かるというかまあだから僕なんかは同じ、まあ、スッチーと同じ男でも。うんはい スッチはもうたまにね後輩とかと、まあ、NGK 近いいうことになって、うんはい、デイリーしてたっていうから、はい僕,ね、僕はもう全然、うん、その最新事情っていうのは全然知らなかったから、うん、逆に今もう恥ずかしくて生きづらくなったってこ <laughs> 何を言ってるんですか稲葉さんでしたっけ稲葉さんとどんな顔で、うん、ねご挨拶したらええのかいやい逆にいいんじゃないですかこれで。連れてきましたよ言うて。 この前どどううもでですかそれまあちょっと行ってみようかなとも思いますけどそしたらさすがの稲葉さんでも放送でなかなか一気にここまでは言えないっていうゾーンもあるじゃないですかそれを店に行ったから聞ける情報が得られるかもしれないいやでもローションに関しては本当に目から鱗ろこであ なるほど女性にはこれは向いていないんだとか全く知らずに使ってましたからだから本当に僕は勉強にもなりましたしすっちはそういう勉強になったんですよ。で僕も勉強というか初めて見るものだから勉強は勉強なんですけどやっぱり未だにねどうやって使うんやろっていうだからそれぞれのものを使い方は聞いたよ。聞いたけど ほんまにこれで楽しめんのかなっていうね。 あれやっぱりねああいうものを例えば二人で使うっていうのがあった場合お互いの信頼関係ないと無理やと思うんですよ。信頼関係で普段からコミュニケーション取ってないと温度一緒じゃないと結局そこなんですよ。温度差があるとが片方がノリノリで向こうがちょっと我慢してるとかやったらちょっとダメやしもうちょっとそんな戦闘頭行っててなるしどんなんやろうなとか一緒にスタート 一番いいのかなそれはいいですけどじゃあそのスタートが一緒で使い始めましたでも慣れないとあんなブイーンっていうまあ音は分かっててもこれを効果的にどう使っていいかっていうのは僕はだからあの時は勉強なったけど多分よう使いきれねんかなかの正直こういうご時世ですからあれをさあ使おうぜなんてなこともなかなかできませんから。できませんし 例えば他のねスポーツとかね趣味に関する専門的なものやったら「ちょっとスッチ得意やったらちょっと見してみ」って書いてそうですね言えるやんお願いとか実際に使ってるところこれに関しては言われへんまあねそうですねそれしだしたらもういよいよですからねそうですね僕はあれでね結構堪能もしましたしただ さらに、何かまた進化することがあったら、定期的には教えていただきたいなという。そうですね。だから、ちょこちょこ、あの、勉強しに。行ってきますわ。そうなんですよ。それは、ぜひ、お願いしたいなと。そして。稲葉さんという人にも、とても興味が湧いたので。そうですね。なんか、いろいろお話聞いてみたい。めちゃくちゃ詳しかったですね。めちゃめちゃ詳しいですよ。やっぱりね。爽やかに、淡々とね。ああいうのは、爽やかに。そうですよ。いう方がいいと思います。はい。 何を信念から熱く語っていやまあとりあえず一応振り返っておいてね大イベントやったんでまあまあそれはそれでお正月はどんな過ごし方をさあスッチはもうずっと仕事やもんな24か月で過ごしてましたお客さんもたくさん入っていただきましてじゃあもういつもと変わらない そうですね,ねであのー、劇場ならではのお正月の雰囲気はあるんですけども言うてもこうねお正月休みというものを取ったわけじゃないので、うんあのー、いつもと同じ劇場で働く芸人としてのお正月を過ごさせていただきました、はいうん、えじゃあもう一回一回大阪京都を往復しながらそうですねああもうほんまに時間ないよね、うん、やっぱり朝早いイベントもあったので10時から 開園とかもあったので、結構早から三が日は、出たりとか。ですか。電車込んでたんじゃないですか。でももう車でずっと。車で、そっかそっか。車こそ読めないんじゃ。んいや、これがね、意外と正月は空いてるんです。これが帰りが大変。あ、そっか。お前。帰りがね。あそこ一番子もどこや。八坂の前。八坂の前。あそこも。 <laughs> もう劇場出てパッと前の道見た瞬間「おえおえ,おえ」言うてまあしゃあないね、はいまあ、2日がピークでしたね 2>, お<ー>、うん、2日は本当に高速乗るまで<ー>、うん、あの辺を抜けるまでがもう一苦労、うん、そう波、うん、のもう地図がもうこう真っ赤な線がいっぱいああ至る所どこも抜け道なんてないもんね、はいはい 京都はしょうがないよね。ね<ー>全国から来るからね。また去年まで行けなかった、一昨年まで行けなかった分。うん、いや、うん、本当に、でも、賑わってますね。うん、変わりましたね。うん。そう。途中、あのー、行っちゃったかな、三日ぐらいやったかな、あのー、高島やったかな。 ちょっとその4か月から、あのー、行ったんですけど、はいえー、結構にぎわっててなんか通常に戻りつつあるというか電車なんかもそうよ、うん、僕は奈良と大阪近鉄で往復するじゃないですか、はい、あもうあの外国人の人も多いしねそうですね、うん、多いですわ、うん、ほんまに、うん、まあね よその国の電車の中ってこんなにもの食べるんやっていうぐらいご飯食べてはりました、えー、<laughs> ね。パンとかね。かいろいろちょっとずつそれ思い出しますね<ん>コロナ前ってそれがわっとちょっと話題になったじゃないですかああ要はそんな話したらね、はい、海外の方があのコンビニの中でこんな話しはるとか、うんはい、それをちょっと忘れてたじゃないですか、えー、復活、うん、またちょっとずつ思い出してこっちも徐々にまた慣れていかんとね、はい、あかんと思うんですけどね、はい 年末にね、はい、これ正月じゃないですけど年末にね、はい、不思議な出来事があってですねまた頭のことかって言われるかもしれませんけど最近ちょっとこうサプリメント飲んだりなんかしてね、はいはい、それでその写真もアップしたから知り合いから紹介してくれという問い合わせとかもあったんですよ。 だから兵頭君もそれで行き始めたしそれでね消化とかしてて二十何日やったかな僕がいない時に家にね一本の電話がかかってきたんで携帯じゃなくて自宅の家の電話にかかってきましてよっぽどやもう何とかして話を聞きたいよっぽどやこれがうちの電話番号知ってる方やったら わかりますそういう事情で電話番号もわかるから山へのにちょっと聞きたいってので話は早いんですけどうちの奥さん電話取ってそしたら「俺とちょっとパパパパッと早口で髪の具合はどうですか?」みたいな「ええ感じで」とか言って一方的にばーっと喋って「今ちょっと主人がいないんですけど」って言ったらもうんかパッと切ったらしいの言うだけ言ってまた近いうちに来てもらってくださいみたいな。 聞いててもらってくださ散髪屋やと思ったみたいなうちの嫁さんは散髪、はあはあ、屋さんかなと、うん、で神がなんか最近増えたとかとか言ってるから、うん、それに関わる話で、うん、なんか問い合わせなんか、うん、よう分からんまま切れてって,、うん、って僕が帰ってからそう言うんですよ。うん 悪いけどその報告だけやったら誰から何の電話やったかってさっぱり分からへんわってまあでも奥様からしたら一方的に喋って切られてますからねみたいですね後から聞くとそうやったんですけどそんな感じで「ごめんそれだってちょっと分からんな」でまあ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 急ぎっていうかほんまに用事があるんやったらまた電話してくる違うか」って言ってたら2日後ぐらいにかかってきてその時僕いたんですよ同じ声やからうちの奥さん覚えてるじゃないですか でもう切られる前にすぐ変わろうと思って「うん、しばらくお待ちください」って言って「うんうん、ちょっと,ょっとあのこの前言ってた人から出るのよ」うんうん、あよかったよかった」って「ではい、えっと、山本です」って言ったら「山本博之さんですか」うん、いきなりフルネームかと思って「うん、そうですけどって、あのー」って言ってちょっと社名を言わはったんですけ、うん、社名が私が若い頃お世話になってたカツラメーカー。 のはあそれで自宅の電話を知っている知ってる変わってないからね自宅の電話書きますわねあの当時と同じなんでで久しぶりやし僕としたらそれまで毎月通って散髪もそこでするわけやからお世話になった会社お世話になった会社に何にも言わんと勝手にテレビで撮ったわけやからああ 向こうからしたらもうびっくりしてるやろうなそうなんですよ、はあ、それ以来連絡してなかったんですか全くお互いにまあ音信不通というか、はあ、しかもその男の人は僕知らない人です初めて聞く声だし名前だし、はあ、僕もびっくりして「はあ、はい」って「どうしました?」って言ったらあのえ何、ー、て言うかなつまり。 ずっとつけてててると思ってたええー、テレビ見繋がってなかったんですかいわゆる山広さんと、うん、テレビ出てる山広さんと、うん、ここの会社の中であるお客様の山本博之様と繋、えー、がってなかった多分そういうことだと思うあの言い方は、うん、あのどうでしょうその後おかわりなくお使いいただけます てますかっていう。何年たっとんねん。営業のね、喋り方やから。とって何年でしたっけ。え、に、えっと、ちょっと待って。あれは三十七の年の一月六日や。あ、一月六日や。記念日。おお、あびきさん。記念日や。そう、三十七歳、三十八になる年の。月その時にその話してる箱は。ほほ。一月六日のクロスファイヤーっていう番組やから。 ーだから今60歳の、えっと、1月6日なんで22年前、うん、丸22年年前前です,す22年前のお客様がそれ以来お越しいただいてないのにいかがですかと。おかしいやろ うん、電話を22年ぶりにしたそんな毎年のようにご機嫌うかがいで電話してきてくれてはんねやったらええけど、うん、22年ぶりやん、うん、若い方ですかいや年配やねんけど、うん、どうやらその人は、うん、あの新たにその現場に戻ってきたのか、うん、あ担当になったのか,、うん、だから僕と直接面識はないので、うん、ピンときてないのがただ多分ねファイルのところにね、うん 山本ゆ之なら電話番号「ただしこいつは裏切り者や」とかそういう申し送り事項なんかないんかよとああ普通にもう外してはりますとかそう外してるとかねだからもうその書類だけ見てもっぺん全部全員のお客様にお声掛けしようみたいな中に 僕が入ってただからまあその彼からするとすごい営業マンとしては頑張ってるなと思うんですよね。そ,よねそれはすごく評価したいんですけどただいきなりそう聞かれたもんやから「いや使ってるも何も僕あの38になる前に持っとってそれ以降はもうだいぶ長いこと使ってないんです」ってっあそうでございますか」って。<laughs> そうかほんまに知らんねやと思って<ー>でもついでやと思ったから、うん、えっとえ電話かけてきていただいたんで言いますけど「うん、僕はの山宏です」って言って「ああ!」って言ったけど。 もう一つピンときたの。とうええはもう言うだけのことは言ったと思うのでではまた何かお入りの時にはお世話にはなりましたけどもそうですね不思議なちょっと電話その手の電話ってね例えばご家族にも隠してらっしゃる方はいると思ういるで結構に髪ですよ その調子はどうですか的なことで電話してもいいんですかそれこれが一本目の電話がうちの奥さんも容量円ままに切られたっていうのは結局そういうことなんですよちょっと探り探りやったんですかねかごしああと思ったひろゆきさんがいらっしゃいますか、うん、今ちょっと出かけてるんですけど、うん、あ,あそうですかってどのようなご用言ですか、うん、えだ、ー、んあの髪の毛 あの気になりますしみたいな感じらうちの奥さんからすると「あそうか最近サプリ飲んで生えたとか生えてんとかってラジオで言ってるしあそれに関することかなってまずそう思ったみたいですねでも向こうからしたらどこそこのメーカーでずっと愛用して頂いててっていうようなことは言えないんですそうかどこまでピンと来てるのか言わんや 女性でしょどんな関だから「ああまずいぞ」とそう肝心なこと言わずに言うべもう適当にパパパパパって言って一回目はもう切ったっていうそういうことねいやはあこれにしてもなぜこの2023年電話しようと思いはったんでしょうねそうですねタイミングからするといろんなことが重なってしまって。 髪の毛の毛話題をラジオで言っっててしまってる年 <laughs> これが去年とかやったら全然、まあ、ピンとこないですねんそんな電話があってもあれなんですけどいやまあまあちょっと年の瀬に <laughs> そんな出来事があってうちの2週間に1回あの散髪屋さんの大将は、はいっつも切ってくれてて、うん、ずっと気づいてなかった。 で前回12月の中旬に行った時に、うん、向こうの方から「うん、なんか最近ラジオで生、うん、えたとかって言ってはるみたいですね」って言われて「ああはあ」あーはーとか言って、うんで「どうしたですか?」ってっあのお客さんで車で運転しながら、うん、あのよくそういうのを聞いてる」っていうのを、うん、あのおっしゃってたんで「うん、ああそうですか」って言って「どうです?」 はえましたかねって、まあ、この人ずっと頭触ってんねんから。一番見てますよね。どうですかねって言ったら、だらその時は、あ白髪が結構。伸びてきましたね、何を言うと。ねそういうことや、のって。そういうことや、ないで、思ったけど、うんはい、もう、もう、これ以上言ってもなと思って。その時は、ああ、そうですかって、言ったのが、二週間前です。うん、で、一昨日行ったんですよ。はい、今年初めて、うん、そしたら、切りながら。 やっぱり黒くなってきまましたねまだ色ですか、うん、<laughs> 黒みが、うんえー、目立って、うん、毛がしっかりしたように思いますってそこはちょっと散髪屋さんだしコメントを言ったから「うん、ああそうですか」うん、で「ねえなんかあのラジオ聞いてくれてるお客さんが、えー、なんかそういうふうにね」って言ったら「うん、えっ?」とか言って「あっそ,そんなことありましたっけ?」 もうボケとるやない話がね全然平行線のまんまで「生えてますかね?」って言ったら「はい生えてますねほんいなもう信憑性がもうまるでないなさあないがなでサプリメントまあ飲んでるからあサプリメント何にも知らんわこの分でいくと「じゃあ1年後か2年後は楽しみですね」とかって言われて もうそれでもこっちは何も言えず、でハンタは何をもって自分が頭見て入ってきてるって思ってほしいやんそのうですよね。あれっていう違和感をね。そう、それは全然なかった。ないか。まあ良かったですわそれはそれで。何がええねんもうなんかあのまあその人そういう人やなと。まあちょっとねまた三月ぐらいになんて言うかってちょっと楽しみにしてるんですけど。 だから2週間ぶりに見たら向こうのんていうんですかだいぶこう攻めてきてますよね。後ろとかね。9月に始める時に撮った写真と11月の中旬の写真をお見せしたと思うんで2か月に1回撮ろうと思ってるから1月の中旬同じ角度から撮ろうと思っててまたアップしてもらってよろしくお願いします。 <laughs> あのなんかほんまに普通にはいはい上がりはしたっていう君の言い方のなんちゃんの <laughs> <laughs> た頼むはほんまやなもう定期的にちょっとアップしていくんでよろしくお願いいたします、ね、はいじゃあ今年も <laughs> <laughs> あよろしくいい各コーナー参ります、はい <laughs>

社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、辞退希望と書いておいていただければ、お送りしませんので、ご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク M B S 一一七九ドットコム。Y A M A アットマーク M B S 一一七九ドット C O M。 ファックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です番組の公式ツイッターアットマーク山1179公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージお待ちしております怒りの投稿街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきますが、はい、先ほどのオープニングトークで、はい、私のまたハゲとか髪の話ばっかりで。<laughs> はいうん 古川さんに「その正月どうしてました?」っていうの <laughs> 全然振るの忘れてまして、ね、た時計見たら時間いっぱいなってたんでこれはまずいと思って、うんはい、慌てて閉めたら。はい 古川さんに振るのを忘れて、はい、そうですか、うん、いやもう振っていただくまでもなく三日、はい、日はずっと家にいました寝生姜ずっとや、ね、実家におせち食べに行ったぐらいで <laughs> ほうほうほうおせちを食べにほんとにゴロゴロしていました <laughs> いっぱいテレビ見ました、はい、それが一番いいですよね、はい、あと年末に <laughs> うん すごくう嬉しかった話とすごく腹立った話でやるんですけど<う>どっちかしましょうか <laughs> どっちがいいですかじゃあ、まあ、モンスターハンターなんで腹立った話ですか、まあ、年末あのちょっと仕事の用事でタクシーに乗ることがありまして<う>で、あのー、そんな遠いところじゃないんですけど知らん場所やったんで、うん、どこどこ行ってくださいって言ったら、うん、運転手さんに「はっ?」 言われましてカチンときたんで「いやわからないんで」って「地図持ってきました」って言ってプリントアウトしたその地図を渡そうとしたら「見もせん」と「小さい字は見えません」って言われたんですどんな運転手さんまあちょっと年いかれ年齢的にはわりとちょっとお年いか小さい字は見えませんって言われてその地図を見ようともしなかったんで私も本気で頭にきて珍しく言ってください。 っ黙たんですどこですのそれ。いやだから何とか何とかっていう駅です」ってでまあ止めはってほまあナビにそれを入れようとするんですけどもなかなか容量悪くその駅名がなかなかあいうえを描き「ああもう待って待って待って」って「電話番号ありませんの?」って言うから腹立つから分かったそこの行き先の電話番号だけまた叫んだらそれ出ませんわ。 か知りません私もそれしかわかりませんっていう喧嘩をしましてうちの古川さんがあんまりいなじみのない土地初めて行く場所でしでもそこの運転手さんはそそうですその仕事のタクシーでそんなに駅ですからね言うても行けるはずなの行けるはずよね降りたったらよかったのにもういやほんま降りて乗り換えたかったんですけど乗り換えるタクシーが来なかったら遅刻するんで 賭けでしたねこの人にこのまま任すかもう領収書かなんか見てそれでこの社番の人直ちでっていうかだ本人が要言わないことはスッチに言うと思うだら僕もそんなもん得意ではないですけどねいやそれと山博さんでしょう。得意じゃないですかいやそうやけどスッチ割とそうやってリズメでこう会社上に行けっていうのがスッチの理論なんでそういう時はね直接ねもしもし一般のもんでスッチですもう言うてもてるやん 領収書いるんでね生産するのにもらったんですけどももう字も何書いてるか分からへんし大変でした古川さんもそんなやってカチンと来ましょう私たち図見もせんとそんな小さい字見えませんよって小さいかなんかでんで分かんねんと思ってびっくりするんですよねその雄太は向こう客商売やのに。 そそんなな感じででるってうすんかこっちが言うてね怒らせたんならですけどの、うん、っていきなりですからね向こうからやもんなあ,<ー>そのあんたの今日のその <laughs> 機嫌知らんがなそうです、うん ほんまのモンスターやなその<え>その運転手さんがモンスターと言っていいでしし、はあ、なるほどそういう腹立つことがだからあのちょっとまあ時間の関係で、はい、すごく嬉しかったことは、はい、もしよかったらコラントの YouTube がらて <laughs>、うん、ってもらえたら <laughs> 新幹線で富士山が綺麗に見えたっていう話で終わっとるやな、ね、<laughs> いですか A の席でですよ E の席じゃなくて A の席で。 つまり<あ>東京進行方向の右側に乗ってて富士山って E の席じゃないそうですか左か右か大阪から行ったら左か東京から行ったら右かその反対側の3列側の,あの A の席でも一瞬だけ見えるところがあるんですよ、うんうん、そこで富士山が見えたっていう話、はあ、これあるんですよ一一瞬 <laughs> 一瞬僕それ キャストやってる時に企画ものでディレクターがプレビューってね本番前にねそれ見るんですよわーって言ってでその追っかけてる人が東京行く時にわーって見てたら富士山が右に見えたんですよでぱって止めてこれおかしいじゃないかって右に見えるっていうことは東京から大阪向いて帰ってくる時に右に見えるいおかしいやろこれだから編集で帰りの車窓から見えたやつを 差し挟んでるのちゃうかうん、うん、それやったらおかしなるぞって絵、うん、的に言ったら違いますそこを通るときに一瞬富士山は右に見える時あるんです<瞬>へえってなもんで<ー>不思議でしょだから東海道新幹線の走るあのカーブによって、はあ、<い>基本東西に走ってるんですけどけ、はい、静岡県のところで一か所だけこう南北に走る瞬間があって、はあ、掛川駅と静岡駅の間なんですよ 本当に何十秒ぐらい見える右に見えます見え,見えます<ー>、はい、それを写真撮ったろうと思って成功いたしました、うん、はい、その写真は私のツイッターに上げておりますので<ー>よかったら見ていただければと思いますいもう全部喋りました <laughs> 結局両方喋りました <laughs> ではモンスターの報告でございます <laughs> つれづれのペンペングサさんが見つけたモンスターです イルミネーションの綺麗な季節ですが年末にいただいておりました、うん、寝室のお向かいの家のイルミネーションが眩しいですあこれはあるやろうな <laughs> ここ最近ほぼ夜中もずっとチカチカ光っておりカーテンの隙間から入った光が天井を照らし 赤青ピンクの極彩色が点滅気になって眠れないので目隠しをして眠っています寝室のテレビもタレントさんの顔が七色に光るので見なくなりました良好な関係を続けていきたいのと以前に綺麗ですねと絶賛した手前消してくれとは言えませんおそらく来年も再来年もこの季節はやってきますどうしたらいいでしょうか<や> <laughs> これってうなんか無理なんかなその法的になんかないのかな何時以降はせめてとかねまあ法的にこっちがもし買ったとしても、うん、言ってもご近所さんやからな光はその僕聞いたのは、うん、金要は信号機があると夜中になったら黄色の点滅なると、うん、<ー>それが全部部屋に入ってくるとかあるやろなそれもな もうその例えばネオン街の近くに住んじゃってるとかやったらまだわかるんですよ。そやけどまさか信号あここもろやなみたいなのとかあるじゃないですか夜にならんと分からんかもしれませんしねうんあとあの音もね信号のとこってねあのね左あのトラックってもの言うやん。うん 右に曲がります右にがりますって音がそんなに聞こえるって住んでみるまでわからんかったってまあなあでもその住宅地でこのシーズンまあクリスマスシーズンですね1か月ぐらいか我慢するかカーテンでは無理ですかねカーテンのあのねブラインドの方がまだ防げるかな あの布のカーテンはやっぱりねぼんやりとでもね、うん、色がチカチカは特に気になるんですよね。でブラインドの場合はガチャって下ろしてしまえば、うん、まあまあだいぶ防げますよ結果でも隙間から入ってくるチカチカがイラッとするすよく気になるかなじゃあもうおっきめのブラインドにして。<laughs> うん <laughs> も、うん、ななかかったもんじゃないですかしかもそれが一般の人個人がやってるから余計うーんってなるんでしょうねうこれもなんか住んだところがもう鼻からなんかパチンコ屋さんなのかえなんか昔ドラマとかで見たのはそのスキャバレーみたいなのがチカチカ光ってる四畳半のアパートみたいなはい、はい、そんなんはなんとなくちょっと。 ええなとも思ったりするんですよドラマとか映画でもやっぱ照明さん頑張ってチカチカってええ感じで入ってくるああいうのはもうそういうとこって割り切ってこれがなんかこええ雰囲気になるけどもちろともとなかったもんやただ絶賛してんねん綺麗ですね言うてしもたいちょっと最近綺麗じゃなくなりゃ気合い入れそうやな逆にそうですねもっとやったろうみたいな いやそんな気だって僕はやったことないけどああいうイルミネーションやる人ってどんどんエスカレートしていくもんじゃないんすかですいやこれでもタイマーつけてもうって何時以降はっていうなんかそういう風潮を作らんと。自治会に 何軒かで協力してそういう申し入れをしてちょっと波風立てたくないんで匿名にさせてくださいてただイルミネーションがということで全体の地域として多分流行ってるでしょうからね流行っててそこだけ一見じゃないと思うわ特に点滅はやっぱりチカチカしますから。 まあまあご近所さんなんでんできたらことを荒立てないように直接ね穏便に。 雪中はみたいなものがね出ればいいなと思いますね。当のその家の方はもう家の中入ってもらってるから見えないわけでしょ。どうなんでしょうね。だってさあの雨えと雨窓とか閉めてしまうと自分らがそうしてるんですか。自分ところに入って来ないじゃない。それもどうかと思いますけど。だいたいリビングとかお庭とかにあるから寝室にはそうそうそう入って来ないでしょうね。そうか考えもんですね。綺麗なんですけどね。 電気代も上がってますけえーはい、古川桂子の年末の <laughs>、はい、<laughs> 怒りを逆に聞いていただきましたんで、はい、ここは一通ということでつつれつれのん草さんでございました今日の一曲なんですけども、えー、1月4日の水曜日にですね、えー、有山純二さんの古希のお祝いを兼ねた南、えー、のビッグキャットでライブがありまして、はい、まあそうそうたる人たちがいっぱい来て。 70歳の有山淳二さんを祝って本人も本当にあの楽しそうに歌ってました、えー、今年は「70なんてクソくらえ!」っていうタイトルでいろんなところでイベントなんかもされるようでございますけれども、えー、そんな有山さんお祝いをしましてこれ50歳という歌50歳になる時に歌っておるこの時は「50なんてクソくらえ!」って歌ってる。 言い続けてる本当に少年のような、えー、みんなに愛される有山淳二さん古キ、えー、おめでとうございます50歳山本社交クラブさあ今年も始まりましたよ社交クラブの時間、はい、続報をいただいておりましてナナさんという方なんですけど以前いただいたのは えっと、居酒屋さんの大将とすごい年の差があったけど、うん、付き合っていた、はい、大将当時58歳私はそのお子さんと同じ年ぐらいで、うん、一線を越えてはダメだと思いながら、うん、お客である自分と関係ができて、うんでえー、奥さんの代わりにお店を手伝ったりするようになっていたとうん、うん、だけどこれではいけないと思い自分は結婚したと。うんうん というで,でももう一回会いたいっい言って行きたいけどどうでしょうかって言われて,、はいうん、覚えてますよ、はい、で私たちはまあお客さんとしてにしといて、うん、もうこれ以上やめといたらどうですかと言った気がしますが、うんうん、でもやめないやろうなとも思ってましたよね、うん、みんな、はい。続報が来ました。はい、私は無事離婚が成立し<ら>皆様のアドバイス通り 大将がやっているお店の営業中に一人のお客として覗きに行ってみました、うん、大将はもう71歳10年前よりもずいぶん痩せ細り想像していたよりも老け込んでいました他のお客さんが帰った後に話を聞くと私と別れた後心身ともに体調を崩しもう浮気は一生しないと心に誓ったそうですうどうやら奥様も相手の特定はできずにいたものの 女の存在に気づきはしていたそうで<ー>深く謝り締め上げられたと言っていました<ー>今は料理の仕事に打ち込みお店に専念することで日々を過ごしていると、うん、それを聞いて私ももう大将の人生を乱すことはやめようとお客として接することに決めましたそうなんや2,3回お店に寄るうちにそのお店の常連さんである N さんと 言葉を交わすようになりました <laughs>、うん、ある日近くの立ち飲み屋さんで飲んでいるとなんとそこに N さんがいて一緒に飲むことに、うんうん、N さんは12歳年上の47歳、はあ、ということはこの方は35イチ、うん、の自営業者です、うん、話がとても合いまるで昔からずっと知り合いだったかのような錯覚に陥りました、はい、ちなみに N さんも山博さんの大ファンで そのの話話でも盛りり上がりましした、うん、クラブの話してるなほん <laughs> まですね<ー>ほろ酔いになって駅まで送ってくれたのですが改札の前で別れ際に突然キスをされ驚きましたが私も同じ気持ちでしたのでぎゅっと抱きしめてバイバイしました次の日の朝連絡があり「うん、今から会いたい」と言われ、えー、朝8時。 すすごいですね毎度晩別れた後と持、まあ、<朝>ち越したんやそれ一晩 <laughs> <laughs> あるいややっぱりその日っていろいろと事情もあるやんかいやじ N さんには N さんの事情いやでもその日は無理や言うても、うんうん、次の日のせめて夜でしょういやもうたまらんかってうもう <laughs> もう辛抱でけん、ね、目覚めたらもう。<laughs> 改札でほんなそこのまま行けよほ、うん、んまはな んま行きたいよけどそこをぐっとななくなってめちゃめちゃ恥ずかしいですやんこれ恥ず恥ずいっていうか恥ずいっていうよりもしゃあないねん物理的に太陽が昇っても目を覚めへんかったわけですよねああもう多分ん捨てられへんかったああなんでもっともうおさんかってああいうおでもすぐ連絡やで4時頃になったらもう今はもうな寝てるやん4時はあかん4時はあかんもう8時8時八時もういいかなもういいかなもういいか8時だって言うよだって8時に待ち合わせってこと 七、うん、時よりはちょい前ですよね,ねも,もっと前ですよう、うん、モーニングセットモーニングセット <laughs> いっとけいっとけ <laughs> 続きをね。僕は好きやね、そういう8時に連絡する人。もう待ちきれず。恥ずかしいとかなかったんかな朝8時に近くのコンビニで待ち合わせをしました。コンビニで。二人でいたいと言われ、ホテルに連れて行かれましたが、私もあまりの展開の速さに戸惑い、何もしないことを約束して一緒に入りました。ないない。絶対ない。朝の8時にはいたゆ 絶対そんななわけない、ね、何もしないなんての、うん、絶対なあ <laughs> お約束ですよね何も千円から言ってね、うん、N さんはずっと何回も曲最初からか、うん、私の太ももをさすり、うん、鎖骨をなめたりしながら、うん、も <laughs> とてるやんそうで、うん、その日もししてるやんかしてるやんかて キスとハグだけでホテルを後にしましたええ、そんなんすぐわじゃあ次の日ほなんで時に待ち合したんや何時よ6時に幸せや六時に時やも何それあーおかしい何ね鎖骨舐めてんねやろ鎖骨舐めて太ももも触ったけど何もせずに帰りましたそんなのありか勇気ない割に我慢もできへんねん中途半端やな <laughs> その後何度か大将の大将のお店で,将の店で会ううちに付き合ってくださいと言われ今はお付き合いをしています N さんとは体の相性は言うまでもなくお互いの性癖を何でも言い合える関係で私の知らない世界をいろいろと教えてくれます今はアダルトビデオのおすすめを紹介し合いながら真似してみたいプレイがあればどんどんと言入れています 涙出てきた泣きながら <laughs> 古川慶子アナウンサーは泣きながらね最後えらいとこまでも行ってるし途中<え>途中、ね、完全に飛んだね鎖骨舐めて終わってから<え>体の相性が合うまで帰ってからは次はちょっとね次が知りたかったですけどね,ね

すごいなあ <laughs> それ改札でキスするってことはもうその2時間ぐらい前からもうそんな気持ちずっとあったわけでしょ絶対あったと思う、うん、それでこの奈々さんも、うん、やっぱりちょっと待ってたよと思うどっか だからキスまではまあええやんかひょっとしたら駅とはいえもうすごい人目ねなかったとかいろんな状況あるからまあでも帰る道すがらどっかでキスしたろうと思ったけどついにどこもなかったからもう最後の最後や駅まで行っちもったすスッチの言うように駅でやったんやったらそのまんまや流れからしたらなもうその流れでね家まで行くとかなんかあったはずやのにそこ行かへんかってそこはいい。 泣きながら売買したんですよ。いや本で次の日また夜まで待てって言うけど、そこで朝の八時に待ち合わせっていうのも僕まあわかるんですよ。わかる？えわかる？悶々と一晩したわけね。悶々とした上に非観やったんや。いや一旦帰ったら寝たら一旦落ち着きますぜ。そうですね。お日さん見たらちょっと収まりますよね。ほん本でまた後日。 食事に行きませんんかかかと分るですよ例えば朝連絡したとしてもそれですよ昨日はありがとう帰り際突然キスしてごめんねみたいな忘れられへんみたいなのがあったとしてでまたお食事でもうん後日順当に行けばそうなんですよちゃんと段取り踏んでいけやほんでがっついてたとしても急やけど今晩もう一度会いたいそれが 今からでしょ時コンビニま草野球かっちゅうねこれ待ち合わせ練習するぜ言うて何これいや俺はそこは指示します草野球と言われようがキスが良かったんやキスがな前の晩のキスがもうね寝ながらうわ俺なんであそこで別れてしまったやろとかいろいろ悶々としてて朝になったわかるけどその 向こうのね、ペースもありますやん、全部こっちの勢いでいきおるてだからな、だから僕が腹立ってるポイントは、せっかく来てくれて、何もせえへん、するせえへん、こんなん会話の遊びや、入ってしもうたら、応じてんねん、奈々さんも、鎖骨もだからなめさせてるわけやん、それで終わるってね、そこはものすごいね、ちょっとちゃうで、N さんよ。 何がしたいに朝8時に起きてあんた鎖骨舐めて太ももさっつただけでじゃあ言ってそれで性癖夜でよかったかなそれ相性も良くなってるとかって言われたってな一番肝心なとこ聞かせても持てないよっぽどやったよね N さんその人反省に対してだものすごい強いんじゃうそんな朝の8時に <laughs> まず気持ちが落ち着くじゃないですか <laughs>、うん、気持ちギンギンのままですよ<え>怖いはこの人気持ちギンギンのままにあの朝を迎えられるわけやから <laughs>、うん、強いんやわやでも怖いはこの人だって一晩寝るって一旦頭ねあ頭冷静になれる、うん、頭冷やしや、うん、一晩寝たらまたちょっとか変わるやろみたいなのあるじゃないですか、うん、だからこの人一晩持ち越すの全部の感情ちゃいます今やけどこれ 怒りも持ち越すような気するわ怖いねこれどうでしょうね<ー>そこまでちょっとわかんないですけど今はねうまくいってはるからね今はまん、あ、まこあ言ってる怖いわしかも大正の店でえ、そう大正の店に連れてっ として、ナナさんもまあなかなかやな。かつてのすごい間柄やった対象でしょう。エヌさんが怖いわ。さあ8時に待ち合わせ。でもかたもうそのね言ってたその6時7時とか相手の女性のあの準備の時間考えたら6時半とかちゃいます。場所もわからんから何分かかるのか知らんけど、ほんでそっからさあ行こうって言う。 たということはホテルにはもう八時半には絶対遅くても入ってるわけですよ。<laughs> うん、朝八時半から、うん、鎖骨舐めれる男。<laughs> 怖いわ。怖いわ。えー、まあな。まあだからそこからは相性も良くだけど僕は鎖骨舐めた後。うん ちゃんんと最後まででくんやったらいいですよ、うん、その日はそこまでやったってどうやってやめたんかしれない。どうやってやめてどうやって帰ったんでしょうねホント。本当にええなさんも用意して行ったのに鎖骨飲みと終わりっていうのって。何がしたいんやろ あもさすがに朝8時に待ち合わせした時は奈々さんの方は、うん、まあそっからお茶でも飲んでみたいなホテル行こうって言われるとは思ってなかったんじゃないですか朝8時の鎖骨なめ何がしたいか分からん意味みたいな感じでもうそれできますよも、うん、朝8時の鎖骨なめやなそんなお前朝8時の鎖骨なめか <laughs> <laughs> どういうことですか何がしたいねんっていうことや <laughs> ねえ <laughs> 今だ誰の役してるの今のはなんか若手がなんかけ分からんことした時にことわざを使ってる師匠 <laughs>、うん、その役してるの <laughs>、うん。いや意味がわからん。お前のやってることは意味がわからんってって。ん朝8時のや朝はのやおんすめのプレイをねいいだから 時によくっあたなって奈々さんがやろまず奈々さんが行ったっていうことはホテル行っても何もせえへんって約束してるけども行ったっていうことはその気持ちで行ってるその気持ちでまず朝8時にようコンビニ行ったんだなってちゃんと嫌ならね嫌いな相手ならまあ行きませんもんねだまあその時点でやっぱ2人はこうなるもうそれはそうでしょうねうん で非常識っちゃ非常識ですよ。非常識。そうですね。朝日出てこい言われたら、ちょっと困りますけどね。非常識ですけど、二人の間で非常識でなければいいんですよ。そうやね。情熱が伝わればね。伝わればね、伝わったから、奈々さんいったんですよ。鎖骨で終わるから。何時に出て帰ったんでしょうね。ね、もう、お前、何時間も鎖骨舐め。たしねここ、ふやけんで。ほんま、何時間も舐められへんよ。なんで。 でも昼前に帰るとかもでしょいやもう全然昼,昼前でしょ昼前に帰ってますそんなもう9時半ぐらいにはホテル出てるよ朝コツなめて <laughs> すごいな朝マックみたいなこと、うん、そ,そういうことですよねすごいな いろんなもうでも今の文章で一番最初「N さんと出会い」って言った瞬間はもうちょっと僕は吹いてしまいましたけどねそうですね大将の話はもうここで大将終わりなんやってしたね今日,今日のメインは大将の話じゃなかったでも結果その店には行ってるっていうねそうですね結婚するのかなこのお二人ですか 結婚とか言うより相性も合うって言ってるしそれがいいのかもねそれ N さんは N さんもそのお店行くわけでしょ大将と奈々さんの過去のことを知らん知らないわけでしょで何やったら大将は「こいつか」って分かっちゃってるわけでしょすごいないや僕言ってないんやったら例えば僕の話とかこの社交クラブの話とかって載ってない それやったら、うん、この話した時点で、うん、もう N さんにも分かるから、うん、だからやっぱり言ってるんちゃう言ってんのか全部言ってるのかそれやったらその店、うん、えらい感じやね,ね<ー>大将はその風景をどういうふうに大将が知らんのか付き合ってるかどうか,もう,かもうでも見たら分かるわなる、ね、見たら分かるよな、ね、そうか N さんは分かってるわ

おの知事のさ、骨なめ。うん。草野球か。野球。コン,コンビニ集合。いくで。二千二十三年の。一発目の社交クラブは。この話でございました。涙出ました。びっくりした。以上、山本社交クラブでした。<laughs> ピカイチ価値観調査、これどうやねー。よいしょー。 愛媛の年には多めでさんの土屋年です、はい、あっという間にお正月も終わりましたね私の家ではお正月の親戚の集まりにはおせちではなくお寿司を食べるのですがうん、うん、皆さんはお正月の集まりの時何を食べて過ごしましたか、うん、a おせち、うん、b お寿司 c 焼肉やすき焼きなどの肉料理、うん、d その他 <laughs> まあまあ集まるとしたら親戚も来たりとか大人数っていう時やんな。何やろ？A おせち、B お寿司、C お肉料理、D その他。はいわかりました。大丈夫ですか？ちっちゃい頃でいいですか？ちっちゃい頃の話でいいんでしょ？はいはいいいですよ。はいはいじゃ生の C まあおせちです。えおせちはいや うちも今年はおせちやったけど親戚もちょっとだけ来て昔子供の頃ってだから親戚が来たりなんかするともうおせち食べあげてるから言ってしゃぶしゃぶしたりとかんかそうなした後半ねえその話しちゃうのだって親戚来たりなんかやからお正月の親戚の集まりにはって書いてあるやろ親戚来ておせちやったら数足りんことない いやでも親戚のどれぐらい人数いるか僕はどっちかっていうと少なかったです親戚がなので結構おせちでお雑煮でお餅を食べてっていういわゆる正統派の過ごし方やなうちらが親戚どこの家に集まるにしてもおせちをたくさん作ってました あ、おせちをたくさん作る。煮物とかをたくさん。親は用意してました。うん、結構おせち持ってた。でも結構それがまあ、楽は楽なんですよね。まあ、それも出してるんやけど、うん、だ十何人になると。そ、うんななんでや。なったんよ。で、うん、も、それやったら。 おせちだけやったらなってことになってしまって、あ当たりへんかったらそうかなうちのなえすき焼きとかあんま手間かからへんことをしてました。おやってるやんじゃない。やでも基本おせちをたくさんはおせち。そうなの。この俺もおせちにしようかない。や。いやおせちはまず出すやん。はい。なんかそのプラスアルファかなと思ってんけどね。お寿司は逆になかったかな。お寿司ってないですね。四国？ 愛媛地方地方でいろんなものをね食べたりなんかしますからね箱寿司とかやったら日もちするんかな空いてたんかな昔そうああ用意できなかったかもしれない昔はお店ほとんど休んでましたもんねチラシずし作るとかあるけどねああなるほどまああるけどまあそれにしても今日は朝8時でしたね朝8時朝8時の 鎖骨まめキーワードになりましたね今年もよろしくお願いしますどうもお疲れ様でした2023年一発目の一覧一ラジオお届けいたしまして最初の社交クラブが午前8時の鎖骨なめさんで今本番終わってえっと ちょっとした時間の中で、うん、どうやったんやろなって言ってたんですけど、うん、えっと今71歳のかつての相手の居酒屋の大将の店のお互い常連で、うん、で今も行ってるっていうことは、うん、もう男女の関係は大将には分かってしまってますよね分かるでしょうね見たら分かるでしょう 最初はそうじこからあなるほどああもうできどんなと分かるで常連さんもそれぞれ来てた常連さんが一緒に来るようになったわけですそれはそうもうそういうことですよねもう会話の一つ二つで大体分かると思うんですよ大将なんかねでそれはもう71歳やし誰でしょう行進に道を譲るっていうかあとは託すみたいな感じですかねいやと思いますけどね その話したって言ったじゃないですか、はい、その大将と象と、えーうん、でもう誰かは特定はされんかったもののあ奥さんにな締め上げられたと <laughs>、うん、でも今はもう料理一筋ってなってる時やから、うんうん、だからそこでもまだそうやって店覗いてくれる女性に対しては、えーえー、まあまあ、えー、へと人おったら、うん、な 探しもうかやったらもう保護者的なね君のもう今後のことを考えていいふうにしてあげようというそうだからいい人やったら何も言わへんほんとにちょっと見てて「うんこいつは」と思ったら「やめといた方がいい」「あじゃやめとけよ」っていう対象ですぐらいのことちゃいますかね出ないといけないんですよねそんな常連としてでもねまあそこはただまあな対象も またムラムラ来たりしたら展開でして面白いよ <laughs> <え>展開と8時の話は知らんかもしれんしね <laughs> 知らんでしょうね <laughs> それ聞いたお前やめとけ」<laughs> <laughs> なるかもしれない,れないっていうこと<ー>ですけどまあこれで終わるのかな うまくいくかったより的には n さんにものすごい興味があるから、うん、だいぶはしょっていったじゃないですか、うん、<ー>序盤が知りたい今のそのいろんなことを言い合える、うん、どんな兵器か、うん、で今は av の おすすめをお互い言うて言い合いながらここはいいですわんそこまでのエピザワンがサコツを舐めて終わりましたそこの後よそのあとや今となってはもう相性もぴったりでっていうこの間が欲しいそうですねそこが知りたいですねあちょっとなんじゃ忘れてたらフォーカードに書くように言うてそこの下りな間違えたらその次の日知りたいわそうだね。 鎖骨の、だん、どんな。鎖骨の日も、八時から、どう。どうなったか。そうん。う鎖骨をなめて、何時にどうしたのか。そうやな。嘘みたいな。ういう休みなのか。そうですね。出社前みたいなこと。だから8。平日や。どうします。だから八時。 それは何もなんでも身勝手やであまりにも自分勝手やで N さんそれやとしたらいやでもそこも知りたい平日だったのかどうなのかこんなに喫茶店のモーニングやないかそれそんなもん鎖骨なめっただけで終わった次の日はどうだったのかでもし次の日じゃないとしたら何日あげてどういう感じだっただから奈々さん的にも鎖骨だけなめられて返されておいおいって思ってるわけやんかそんな奈々さんをどうやってまあ ものにしたかっていうね、うん、下りとかね、うん、考えたらほんまやこれいっぱい聞きたことあるわ <laughs> ああそっからどうなったかね、うん、そこよ、うん、次もまた八85だったのか、うん、ええ、<laughs> うわちょっと今や七十歳の大将、はい ちょっとムラムラしてほしいけどな <laughs> ちょっとだけねちょっとだけねちょっとだけねまだ奥さんがいるからねややこしいになるのこれはせ、えー、やなせ、ね、やな <laughs> あんまり言わんとくわ、うん、あんまり言わんとく、えー、とりあえず今年も社交クラブもこんな感じで菜那、はい、さんの話からスタートしましたんで <laughs>、えー、引き続きいろんな体験談をお寄せいただきたいなというふうに思っておりますそれではおやすみなさい、はい